wwg wwg WW は、米国ルイジアナ州ニューオーリンズにある、ヒエリ運営のコミュニティ FM 局。ニューオーリンズとルイジアナの文化に根ざした音楽に特化したつぼねである。wwg での選曲は、コンテンポラリーなジャズとリズムブルースが中心であり、その他、ディキシーランドジャズ、ブルース、ケージャン、ザディコ、トラディショナルなアメリカ音楽、カントリーミュージック、ブルーグラス、 ケルト音楽、ワールドミュージックなどもかけている。同曲は地元の音楽を支援していることで知られているため、地元のミュージシャンたちがしばしばゲストで登場し、特に会員募集期間などには生で演奏することも少なくない。ロブキャンバー、サマイラ、エヴァンズ、アラン・フォンペノー、ボブ・フレンチ、ヘーゼルザ・デルタ・ランブラーズ、アーニー・ケイドボビー・ミッチェル、デイビース・ローガン、トム・サンダーズ、 ジョンシン・クレア、ドン・バッピー、ドクター、マイケル・ホワイトなどのミュージシャンやシンガーたちが過去に同局で番組を持っていたことがある。WWG は恒例のニューオーリンズ・ジャズヘリテッジ・フェスティバルを含むコンサートの中継番組でも知られている。WWG の創設者であるテキサス州出身のウォルターとジェリーのブロック兄弟は ニューオーリンズにコミュニティ放送の必要性を感じ、1970年代半ばに局の設立の準備を始めた。同局の放送認可を取得するための非営利団体として、ノーラ・ブラッチ教育財団が設立された。局の記号の WWG は、オズの魔法使いの頭文字を念頭に選ばれた。特にその中に出てくる、カーテンの後ろの人には注目しなくてよいというくだりは、 dj でなく番組の中身に注目してほしいという、同局の思いと重なっている。同局は、1980年12月4日、ルイジアナ州ブリッジシティに建てられた、小規模な送信機を通じて、放送を開始した。その数ヶ月後にツボネは、アップタウンのナポレオンアベニューとチャピテューラスストリートの角のライブハウス、ティッピティナスの2階にあった、古ぼけた部屋にその拠点を移した。 1980年代初頭の WWG の状況は非常に厳しいものであった。スタジオ兼オフィスとなったティッピティナスの部屋には空調はなくティッピティナスから退去する寸前の時点では局で使用していたトイレのための水道水を近隣住居の庭から窓越しにホースを這わせて取り込んでいた。局で番組を持っていた DJ たちは皆つぼめを存続させるために 郵便物の宛中機から床の掃除に至るまで番組以外の仕事をボランティアでこなしていた。下の木座端にあったティピティーナスで演奏するミュージシャンが許可すればライブの様子を床の穴から下ろしたマイクを使って放送した。ライブ演奏の許可を得られなかった時はツボネはライブの時間は事前に録音した番組を放送した。それはライブ演奏の音が大きいため生放送が 難しく、また音の振動で、レコードプレイヤーが使えなかったためであった。1985年、WWG はそのスタジオを、トレミ地域のルイ・アームストロングパークへ移した。曲が、財政危機に陥ったため、同曲の放送認可は、ニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバを企画している、ニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバルファウンデーションに移管され、 彼らは曲の運営にも携わっていった。同曲は、後になって、セントフィリップストリートを隔てて、スタジオの向かいに位置する小さな家に、事務所を新たに設置した。1996年、ニューオーリンズのオルタナティブロックバンド、ベター、ザン・エズラが、WWG という曲を書き、同曲のことを歌っている。ハリケーン・カトリーナの接近を受けスタッフが、 市内から避難するため2005年8月27日の真夜中に WWG は放送を一時的に打ち切ることを決定した。実際には予定より早く午後10時過ぎに放送は終了した。嵐によって WWG のスタジオは警備な被害を受けたが公園の敷地の電力システムがすべてダウンしてしまった状況においてはそれを修理る優先順位は比較的 低かった。また、WWG のスタッフは、他のニューオーリンズ市民同様、避難のためいくつかの州へ散らばってしまった状況だった。幸いなことにダウンタウン、カナルストリートのタイドウォータービルに設置された壺根の送信機は被害を逃れ使用できる状態であった。一週間も経たずして、WWG は、ニュージャージー州の w f m u のインターネットサーバーを利用して、 ウェブキャストによる放送を再開した。全米の WWG リスナーは、WWG の過去の放送を録音したテープを寄付するなどし、その一部は実際に WWG によって放送された。2005年10月18日、WWG はバトンルージュのルイジアナ公共放送のスタジオを使用し、時間を限った電波放送を再開した。同年12月に、同局はスタジオを フレンチマーケットのオフィスビルにおけすることにより、ニューオーリンズに戻り、12月15日に本格的に放送を再開することとなった。WWG の番組の音源の多くは、番組制作者の個人的なレコードコレクションに依存していたが、災害によってその多くは失われてしまった。同局の放送が再開された後しばらくは、番組制作者の一人は、 浸水したゴミの山から救い出した CD のみをかける番組をシリーズで放送した。当初、フレンチマーケットのスタジオは臨時の場所として1年程度で出ることになっていたが、その後ここのスペースを拡張した。現在、WWG は少なくとも、あと数年間はこのスタジオを使用することとしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。